6番野村みよ議員。日本共産党の野村でございます、議長のお許しを得て、久松議員の代表質問のに関連質問として、一問一答で質問をさせていただきます。 まず、介護保険について2点質問いたします。地域支援事業における介護予防の考え方として、私は介護保険が地域支援、この介護予防を担うことが、本来の介護保険のあり方とかけ離れていると思っております。保険料ばかりが上がってサービ、ちゃんとしたサービスを受けるのは、一部の人だけになるのではないかという、まあ、介護保険を作った党の本人の元厚生労働省。 老健局課長の堤修造氏がこのままでは国家的詐欺のようというふうに言われましたが今回の松坂市の予算は介護保険事業費が前年度より減り総合事業とそして介護予防事業費は上がっていますこの介護予防事業は保険料を納めている方々への公平な事業であるか介護を必要とする高齢者へのお手伝いの延長として ボランタリティの高い元気な高齢者に押し付けることにならないような仕組み作りや、担い手がいなくなったらサービスが終わるというようなことにはならないような仕組み作りがなされているかなど、市として今後の方向性への考え方をお聞きしたいいと思います三宅健康福祉部長。 はい、あの介護予防に関しての、まあ、考え方方向性ということでご質問を頂戴いたしましたのでご答弁申し上げます、えー、まず本誌といたしましては心身の機能低下を招かない要介護状態に進行しないよう今後も介護予防事業,に事業の推進を図っていきたいというふうに考えておりますここののとは結果的に介護保険料の 上昇抑制にも寄与することや介護予防事業がすべての高齢者を対象としているという点で全体としての公平性が図られているものというふうに考えております加えて本市では次女5条を通じながら高齢者の社会参加を促進することが介護予防につながる最も重要な取り組みであると考えておりまして平成30年度から スタートをいたします次の高齢者保険福祉計画、介護保険事業計画の中で、基本的施策として、6つの柱を定めております、まあ、その中の最初の柱として、健康づくりと介護予防の推進を挙げ、その中で健康づくりの推進、介護予防の推進、社会参加と生きがいづくりの推進。この こ3点を具体的な施策事業に位置づけをしたところでございます松阪市には地域でのサロン、拓郎所のほかにも地域包括支援センターが関わる介護予防の自主グループなどが数多く活動されて見えますこのような松阪らしい地域での自助互助による支え合いを大切にするために平成28年度に松阪市独自のサロンの開設補助 を新設しお元気応援ポイント事業をスタートさせましたまた地域包括支援センターの人員体制強化とともに介護予防ボランティアの育成に力を入れるなど地域を支援するためのさまざまな取り組みを進めてきておるところでございますこうした取り組みにつきましては地域でのさまざまな活動 まあこういったことを市の広報の特集ページを組みまして、紹介をさせていただくなど、広く市民に理解を求めながら進めているところでございます。高齢者については、その方個々の年齢や体調などに合った介護予防が重要でありまして、現在、各地域包括支援センターが関わる自習グループ、1から2箇所についてです、ね、モデル的にですね、 モデル地域に選定をいたしまして、理学、療法士などのご協力を得ながら、参加される方の年齢を考慮して、体に痛みがあっても安全にできる運動などを地域リーダーとともに指導する取り組みも進めているところでございます。市や地域包括支援センターでは、こうした地域リーダーを随時要請しておりまして、担い手が途切れることのないように努めております。 サロンなどへの参加は、一種の社会参加でございまして、参加し続けることで、介護予防にもつながるとともに、知り合いが増えて、地域での見守りにもなるというようなことなど、集いの場、人との触れ合う機会がですね大変重要であるというふうに思っておりますま。ああの 高齢者がいつまでも安心して地域で暮ら,暮らし続けることができる町に向けて、今後も地域包括支援センターなどと連携しながら、一般介護予防事業などの取り組みを進めていきたい、このように考えております。以上でございます殿すます申し訳あありません、えー、あの えっと社会参加し続けること、まあこれがあのえっと介護予防につながるというふうにして認識されているということで安心いたしました。まあ,あの桑名市では卒業というような言葉を使ってですね、あの介護予防事業から外してしまうようなことが。 一時期ありましたので、そういうようなことがないという、松阪市はそういうような方向性はないということを認識させていただきまして、で6つの視点であの介護予防事業、総合事業としてされるっていくということで、これが絵に描いた餅にならないように、今後進めていただきたいと思います。次の,あの介護事業の方にあに質問を移らせていただきたいと思いますあの。地域医療構想の考え方から、また今後ますます在宅において、 最後を迎えるという方々が増えてくるかと思うんですが、この自宅で最後を迎えるという状況を地域で支えるには、まあ、スピード感が大事になってくるかと思うんですけれど、特に一見さほど介護が必要と思えないような自立度の高い方、大体ご自分で何でも自分でできる方ですが、がんの末期というふうにしてあの診断されて、残された時間を、 住み慣れた自宅で過ごしたいというふうに言われたとき、介護保険が適用されますが、介護保険の,、まあ、その申請からしたその日から、その方の状況に応じて暫定的にサービスを受けることができるという特徴があります。これを生かして、申請から自宅で生活できる会退員までの準備期間ができるだけ短く済むように、病院、行政、介護事務所との,ととのスムーズな連携が必要だと思います。 それらの連携の要は、介護支援専門員だと思いますけれども、松坂の介護支援専門員協議会は、介護保険の発足の当時から、研さを重ねて、医療従事者との連携をスムーズにするための連携シートの作成などを工夫して、医療者や行政との公式な交流を持ってきています。ただ、2000年から3年ごとに変わるこの制度の性格や、担当者が行政の担当者が変わるというようなことから、 制度変更のたびに、利用者にとってサービスがスムーズに受けられないようなことがあってはならないと思います。介護の保険料は上がるけれど、安心して介護が受けられて、自宅で過ごしていけるという、まあ、持続可能な体制整備の考え方をお聞きしたいと思います。よろししくお願いします三宅健康福祉部長 はい、あの今、ご質問いただきました部分でございますけれども、あの松阪市も末期、ね、がん等の方など、心身の状況に応じ、迅速に介護サービスの提供が必要と判断され,される方から申請を受けた場合、ですね、えー、迅速な要介護認定の実施を行って、認定結果が出る前に、ケアマネージャーさんが暫定プランを 作成して介護サービスの提供を開始していただいておるというようなところでございますまた要支援者及び要介護一の方はです、ね、特殊信頼であるとか床ずれ防止用具等の福祉用具の対応は原則対象となっておりませんですけれども機関 <coughs>、まあ、等の急速な状,状態悪化に対しては適切な マネジメントにより対応を可能ととしていいるところでございます今後は病院から在宅へという流れが加速をいたしまして、今以上に在宅医療の重要性が増してくるというふうに考えておりますが、松阪市におきましても、これまでに市や松阪地区医師会などが在宅医療に関する市民講座の開催、そして見取りや在宅医療に関する啓発冊子の作成、 多職種による勉強会医療・介護関係者との協議アンケートの実施など在宅医療の裾野を広げるためのさまざまな取り組みを進めてまいりました、まあ、このような中医療・介護関係者が自ら独自の研修会を開催したり各職種間の連携を模索したりするなど医療・介護に関わる専門職の方々の現場に即した動きも 活発化してきててきいいるるように感じておるところでございます平成30年度からは、本市と滝郡三町の在宅医療、介護の専門職のための相談支援を行う機関として、社会福祉士、看護師を配置した松阪地域、在宅医療、介護連携拠点を設置するとともに、在宅医療、介護の関係職種による利用者、患者のケアに関する、 情報共有システムを導入するなど、在宅医療依存度の高い利用者にとっての支援環境を整えて行きたい、整えてまいります、以上でございます殿村議員。 この在宅医療・介護連携拠点というところ、私も何度か行かせていただきまして、お話も聞かせていただきました。これが本当に機能するっていうことが、介護を専門職とする方々の円滑な動きになるかと思いますので、今後の動き方をずっと見させていただき、注視させていただきたいと思います。続きましててて子子育て支援と放課後子どもクラブについての具体的な 質問として2点質問させていただきますと保育園看護師等配備事業における看護師間の連携と支援体制について1点はご質問させていただきますまあ、お子さんの成長に社会性をやあの養うためにも欠かせない保育園に通うために吸引などの必要な用事やアレルギーが強いため時として医療行為が必要な用事などが 医療行為のできる看護師がそばにいて保育を受けるということは、就業しながらの子育てを安心して続けるということができる環境をつくっていると、その要因だと思います、一,一部あると思います。まあ、しかしあの、看護師間の連携体制の不十分さから、いつもその任に当たっている看護師が、例えばインフルエンザで休んだ場合ですね、その担当される子どもまで保育園を休まなければならず、 親御さんが、我が子は元気なので、元気なのに急、急きょ、急遽何日も仕事を休まなくてはならないというようなことが起きています。まあ、これらは支援側が日頃、情報等の共有,が共有や連携ができていれば、十分に対処できることと思いますが、そのための人員配置や組織形態など、どのようにお考えでしょうか、お聞かせください園部子ども局長。 あの保育園に勤務をいたします看護師の件でご質問をいただきました現在、松阪市の公立保育園には6人の看護師が勤務をしておりますそのうち医療業務を行います3人の看護師は同じ保育園にて医療的ケアの必要な園児2人を担当をいたしております医療業務以外の看護師 3, 名3人は 乳児の多い園や重症アレルギー児のいる3か所の保育園に配置しまして、園児の健康管理や怪我の対応、視力検査、歯磨き指導などを行うとともに、他の園に出向きまして、子ども未来側に配属されている保健師とともに、保健活動を実施しているところでございます。まあ、人的配置とといいうことでございますけれども 医療とケアの必要な園児を含め、入園している園児の健康を管理していくためには、より多くの専門職である看護師が必要と考えておりますが、募集をしましても、なかなか確保することが困難な状況にあり、特に医療業務を行います、看護師を雇用することは非常に困難でございますけれども、 今後も医う業務を行うこの看護師の確保に向け、努力をしてまいります。また、組織形態でございますけれども、まあ、現状におきましては、園内でのことは、園長、また副園長が中心となって、看護師と連携を図っています。また、状況によりましては、子ども未来科の保健師や、 保保育育指導担当保育士がいますので、まあそのものでそもと医療的ケアの必要な園児や保護者の支援を含め看護師間の連携の役割を現在は担っております、まあ、このことからもまあ公立保育園に配属されています看護師の連携の中心はやはり子ども未来科の保健師が担っていくものと考えております医療的ケア児担当の看護師が まあ今おっしゃられましたが、休暇を取る場合のまあ代替ができますよう、子ども未来科に配置しました保健師がしっかり統括をしまして、保育園で働く看護師全員が、医療ケア時の情報を共有するとと,ともに、バックアップ体制の構築に努めまして、看護師間の連携、チームで対応していくと、チームで子どもたちを守っていくという、 考え方のもと進めてまいります。以上です。このな議員、はい。あの今この質問をさせていただく中で、えー、と先ほどおご回答ご回答いただきましたけれども、あの医療業務を行う看護師が。えー 3人のうち2人と言われまして、ということは医療業務を行えない看護師が1人おるということをと理解できますね、でそこでまあその医療業務を行わない看護師を雇うということ自体が、ちょっと私にはよくわからないことでございまして、医療業務を行わない看護師を採用せざるを得ない現状があるんかと思いますけれども、あのそのまあ雇用に対しての、ま、あ 募集のかけ方ですねなぜそれがこう集まらないかとか、そういう募集のかけ方がこうど,うどういうふうになっているかというのがまあちょっと分かりにくいところでありまして、あのその辺のところをもう再度見直ししていただきましてです、ね、今後、その点をあのしっかり、まあ、あの考えていただく必要があるんではないかなと、今のお話を聞かせていただいて。 思いいまましたところでございますそしてまたその保育士さんはあの、えー、保健師さんを中心にしてあの、その医療体制をちゃんとしていくということですね、まあ、チームであの看護をしていくっていう考え方をしっかりと前面出してこないと、まあ、就業される方も不安だと思いますので、その辺のところ、ですねしっかり体制を取っていただいた状況で、あのえーえー、っと募集をかけていただければ、結構あの、看護師さんも安心して就業できるんではないか。 といいう,うに考えさせてたただきましたえ、まあ、続きまして、あの放課後子どもクラブにおける事業者との連携、支援の考え方の方に移らせていただきたいと思います、時間がありませんので。え就学されている児童,者いや児童や働く親御さんにとって、放課後に安心して過ごせる放課後児童クラブは、まあ、なくてはならない存在ということだと思いますが、まあ、その安心感が、就業している期間、 つまり、6年間は継続して確保されていることが大事やと思います。現在は、最低ですね、えー、現在は事業者の主体が PTA さんであることが多いようですけれど、えー、社会福祉法人に委託された事業者もあり、これは親御さんの作業負担を軽減させることも多く、その評価は高いと思います。そうした中で喫緊の話なんですが、あの先ほどちょっと久松議員も触れられましたが、ある放課を、 児童クラブにその委託事業者から、保護者に対して、ですねこの4月から新入生、児童、1年生が多く入ってくるので、施設の許容を超えるため、すでに入所している子どもたち、今度、4年生、5年生になる子、だから今、3年生、4年生の子たちなんですけど、が、退所してくださいと言われたという、そういう事態があるということ、そういう訴えが寄せられました。学校の空き 教室や他の施設のま利用をあの一生懸命もされている中、相談する学校や事業者の対応にその保護者さんたちは不安不安や不信感をつならせる方が多くあったようです。まあ、これら親御さんや委託された事業者との行政との連絡がこううまくいってるかどうかまあ、そこら辺がすごい疑問で、これらの支援の考え方をお聞きしたいと思います。お願いします。 松之成教育委員会事務局長、えー、放課後児童クラブに関してのご質問でございます。えー、まずあの松ヶ市のですね放課後児童クラブのあの運営形態と申しますのは、えー、公設民営ということで、えー、運営主体の方につきましては保護者会となっております。まあこれはご承知の通りであると思っております。えー、それでそしてまたあの運営に対する支援といたしましては。 えー、保護者会の負担軽減を図るためです、ね、平成29年度よりあの委託事業から補助事業に変更いたしまして、えー、保護者会のまあ判断によりまして、社会、えー、福祉法人などに委託できるように変更もさせていただいたところでございます、えー、まあそれによりまして、運営そのものを社会福祉法人へ委託している場合もございます。 えー、そして、えーまああの、先ほどの、まあ、久松議員にもお答えさせていただきましたように対応あ、先ほどの、えーまあ、事態につきましてはあの先ほどあ 菅松議員でもご答弁をさせていただいたような対応を取らさせていただいているところでございますその中でまたその連携というようなご質問をいただいておりましたですけれどもまずその市と保護社会とのまああの連携ということにつきましてはまああの要望というような形でいただいておることにつきましてはこれは例えば松坂市放課後児童クラブ連絡協会に加盟しているクラブにつきましては 協議会より、毎年要望書をいただき、回答をいただいておるところでございます。 またその他のクラブにつきましては個々に対応させていただいておりますそうした要望の中から今回のこの29年度に変更した保護者の負担軽減ということで補助事業に変えたのもその一つということでございますそしてそのほかにですけれども例えば運営費の新しい補助メニューが出てきた場合などにつきましてはです、ね、積極的に各クラブに情報発信を務めているようなところでございます そしてまた、ですね、えー、まあ今回のようなことも含めましてですけれども保護者会が抱える課題等につきましては、えー、その時点での,まああの随時の相談、協議ということになってまいります。 ただ、その中にでもです、ね、特にその予算措置の対応ということで必要になる場合についてはです、ねまあ、時期的な問題もございますので早い段階でご相談をいただけるよう、まあ、これはあの行政の流れというものがございますので、まあ、そういうことについても,もう周知を図っていく必要があるというふうに考えております、まあ、いずれにしましてもです、ね、少し教育委員会といたしましては今後とも課題等の情報共有や情報発信を行いまして入所児童、そしてあるいは保護者にとってですね 安全安心な放課後児童クラブの運営ができるよう、保護者や保護者会等の連,絡連携を図りながら進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。以上でございます殿村議員 まあ十分な連携を取っていただくということであのお聞きしましたので、今後の状況を見させていただきたいと思いますがあ、あその,あの保護者の方からですね訴えられることは、よく予算がないから、予算がないからと,えとおっしゃられますま、予算を決めるのはこの議会だと思いますけれども、その予算がないからということを理由に、なかなかそのことができないというふうにしてあのおっしゃられるのは、そのことを、な、な、 予測して予算をつけるということができていないということを、案におっしゃられているようで、私たちもこう、窮しているところでありますので、今後、そのようなことがないように、ちゃんと親御さんとの連携をです、ね、取っていただきましてあの、お願いしたいと思いますこれで私の質問を終わります。